6月21日です。おはようございます。朝6時の相場解説になります。今日はね、週明けなんで、週足の方から見ていきますね。では早速画面切り替えていきましょうか。結構先週取れましたね。はい、どうぞ。で、こちらの方見てください。週足です。週足はね、私の考えではおそらくここのエリオット波動が完成してですね、こうですね、でこんな形で突き抜けていくんではなかろうかと思います。ここはね。ですので、110円、111円方面に、まあ、値上がりしていく。要するに、倍の方で考えていっていいんではないかなというのが大筋です。で、デイリーの方は、先週までもお話ししたように、これがデイリーですけども、チャンネルラインが綺麗にできましたね。で、これに沿ってエントリーしていけば、まあ、利益がずっと見込めたわけですけども、先週はおかげさまでね、この波動が取れたでしょ、で戻ってきてみたいなところでございます。でこれがね、完全に戻りきるのか、それとも戻りきらないうちに上の方に向かうかっていうところが今週の見どころになっております。4時間ですね。次4時間見ていきます。4時間見ていくと、ここを超えましたんで、まずは底固めが起きるんではないかなってところで、ゾーンをこういうふうに引いておきます。で、移動平均線は上昇曲線ですから、まあ、今横ばいに入ってるような感じですけどもね、上髭下髭が出て、まあ、後々上の方に上がっていって、私の目論見ではここを超えて上の方に行くということですよね。ですから110円の、まあ、だんだん値を上げて111円方面に上がっていくのが今週の見方だよっていうので、まあ、一貫してるわけですよ。で、最後にエントリーするべき1時間の方を見てみますけども、ここですよね。何回も出てきたところですけども、ここが硬いところなんですよ、そこが。ね、こんな感じです。で、横ばいから一旦落ちて上がっていくっていうのは実現しましたよね。で、このゾーンっていうのは破られにくくなってるわけですから、一旦下がってきたんですけども、これが弾みをつけてさらに上の方に行くんではないかなっていうふうな W が右辺が強いを形成するというふうに考えます。まあ、今週はこんなところですかね。はい、ということで基本的には倍で取っていく1週間になるんじゃないかなっていうふうに見ていきます。月曜日っていうのはね、今週1週間がどのように推移していくのか、大筋では倍の方に向かっていくのか、セルの方に向かっていくのか、この1週間を占う、そういった週足を解説するという形になります。それでは本日は以上ですね。まあ倍の方に向かうということで見ていきます。